人一人が情熱でこうカバーリングしていくスタイルで進んでいったので、あまりこう同年代で作ってる映画でないんじゃないかなって。学生の時に出会っていた仲間と集まって撮ってる映画ってあんまり、まあ、それをまたねこうそれぞれがプロになってリターンズみたいな